記録的な大雨は山あいにも大きな爪痕を残しました。静岡市葵区では川の氾濫で道路が崩落し孤立した地区があり、不自由な生活が続いています。静岡市の市街地から車でおよそ40分、葵区の山あいにある水見色地区です。台風15号の記録的な雨で藁科川の支流水見色川が氾濫しました。川の氾濫で少なくとも2カ所道が崩落し、地区は一時孤立しました。だんだん私たち孤立とか乗ってないねみたいな、ブランドに SOS ってか、なんかみんな知ってるかなって、助けてほしいって知ってるかななんて。子どもたちの通学にも影響を及ぼしました。全校生徒6人の水見色小学校は今週いっぱい休校となりました。今日からは4キロ以上離れた中藁科小学校の一室を借り、授業を再開することとなりました。保護者や教諭が手分けして車と徒歩でおよそ45分かけて子どもたちを学校に送りました。今日一日がまた違うところでやるので楽しみです。とりあえずさ、特に置いてくれるお店とかは。林道が開通したことから、今日は SNS などで被害を知った多くの人が支援に訪れていました。届いた物資は地元の消防団や地域の人が受け渡しを行っています。お水もたくさん、ね、送ってもらったり、それから個人的に支援してくれる人がいたり、大変そういうのは助かっています。それでも住民の不安は解消されません。現在妊娠中期の辻村あさみさんです。良くも悪くももうなるようにしかならないもんで、なんかどこまでなんか助けが来るのか、ね、これ出ちゃうってなったら多分間に合わないから。定期検診に通う病院までは通常でも30分ほどかかります。対象ではないっていうか、なんか希望はすごい見えてるし、そこからすごいたくさんの方が本当昨日からなんか来てくださったり、支援してくれたものがなんかこう目に見えて届いたりして、すごい嬉しいしほっとしてるんですけど、そう、その道はなんかもう本当に気軽な道じゃないので、不安なままは不安なままだと思います。町をつなぐ大動脈を失った地区では、一日でも早い復旧や引き続きの支援が求められます。